どうした、ぼーっとして悪い夢でも見たのか。シャキッとしろよ。次の仕事のこと聞いてきた。相当濃い場所だ。俺もお前もそろそろおしまいが近いってわけだ。濃い海域の中で戦い続ければ体は朽ち果てる。仕事ができなくなった俺らを港の連中が海外しく世話してくれるとは思えない。いずれ生命線である変色因子の投与を打ち切られて、あるいは荒神の蒔絵かおとりにでもされて、さようならか。さようなら。絵に描いたような俺たち英二の末路だな。ああそうだ、俺たちは死なねえ。絶対だ、絶対だ。俺たちはたくさんの思いを背負ってる。守ってやれなかったこいつらの思いを、俺はこいつらに誓ったんだ。どんなことがあっても諦めねえって。だから絶対に死ぬなよ。一緒にたどり着くんだ、俺とお前で明日へ。Let's go. Let's do it. Start this. ダメだ、見えない。どこだ、どこに荒神が混戦してるのか。どこのチームだ。サルベージを来い、頼む、死にたくない。気にするな、奴らは餌だ。お前たちはお前たちの仕事を果たせ。早くこいつを解除しろ。ベニーノート専属エージ、ハウンド1、ハウンド2の高速解除の処理を開始する。There we go. Let's fucking go. 行け、狂犬ども。Wait, that's my sword. The one blade? 行動範囲はこちらで制御している。任務外のことをすれば、分かっているな。ああ、分かってるさ。行くか。生きて帰るぞ。用意したプログラムに従い、海域への順応を行え。
順応後は即時帰還、脱落者は破棄する。以上だ。想定外のことが起こるかもしれない。その時はこっちで判断させてくれ。無用な戦闘は人気を失う可能性を高めることになる。不許可だ。濃度の高い海域内での行動に支障がないか確認作業を行え。ああそうかい。そっちはどうだ。俺は問題なさそうだ。方向感覚は問題ないか。正面を向いてみろ。ま、問題なさそうだな。こっちへ行く。ついてこい。そちらのエリアへ進む必要はない。引き返せ。別部隊が作戦中だ。ああそうかい。さっきの混戦のやつらか。接触しないように十分気をつけないといけないな。お前と一緒だとどんなヤバいこともワクワクするから不思議だな。もし高台があれば登ってみろ。高低差は戦術的アドバンテージになる。それに地べたを這いずる荒神を見下ろすのも悪くない。こちらブルワン、荒神に囲まれている。サルベージを追う。こちらハウンドワン、現在ポイントアルファにいる。なんとか包囲を突破できるか。わかった、どうにか突破する。勝手な通信は許されていない。規約違反で報告することになるぞ。まあまあ、ちょっとした好奇心さ。貴様スタミナは十分か。濃い海域の中だ。息切れに気をつけろ。連結デリアセリアデリアセリア。ハウンドワン聞こえるか。包囲を突破した。今宵ポイントアルファに向かう。オッケー。こちらは周辺の荒神を相当しておく。安心して向かってくれ。ユーゴ、鬼嫌い。何度言わせる。勝手な通信はやめるんだ。まだ順応プログラムは完了していない。所定の任務を遂行しろ。濃い海域の中で実戦ができれば順応もクソもないだろう。命令違反には相応の指導を与える。覚悟はいいんだな。いいさ、とことん付き合ってやるよ。すぐに行動監視を切れ。高濃度海域の影響とでも言えばお前の顔は立つだろう。後悔するなよ。全体を奪った。この状況下でも十分に戦えているが、ガンフォームでの戦闘もあり得る。変形に不備がないか確認しておけ。あとダッシュのタイムは攻撃はオラクルポイントを消費する。近接攻撃でオラクルポイントを回復しながら戦うといい。連結
ちらハウンドワン、この辺りの荒神は一掃できた。こちらブルワン、まもなくポイントアルファに到着する。助かった。今度こそもうダメかと。簡単に諦めるな。ここは泣いて助けが来る世界じゃない。よし、じゃあ帰るか、牢獄へ。さっき逃げ遅れた連中全員無事だった。やったな。体張って稼いでも上前は港の奴らに跳ねられる。だが俺たちの命だけはそう簡単に操らせない。俺たちエイジが誰の指図も受けずに大手を振って命を燃やす場所、そんな場所を作ろうな。いいこと言ってんじゃん。いや、言って言ったそう。看守に随分やられたらしいじゃん。また命令違反？一緒に組むと大変だね。てめえジーク、戻ったのか。ああ、本日もお勤め完了。なあお前、今度は俺と組めよ。だよ、ここは即答 OK だろうがよ。このジークペニーウォートと組めることをありがたく思って涙するところだろう。ふん、腕前の話をした方がいいんじゃないのか。ユーゴは根が真面目だからさ、退屈だったろ。今度マジすっげー技見せてやるからよ。遊びじゃねえんだぞジーク。ほらこれだ、分かってるっつーの。そうだ、他のチームのやつが言ってたんだけどさ、ここに近い港が海域に飲まれたって聞いた？いや、初耳だ。だが港が海域に飲まれるなんてニュースでもないだろう。一つならね、それがだんだんこっちに近づいてきてるって話だとしたらどうする？海難が起きてるってことか。さあ、そっから先知ったところで俺らにできることないっしょ。せいぜい腹くくっておこうかなってね。確かにな。にしても階段だとしたらちょいとハードだな。